ニュースなラジオ、平成特番、次の時代へのメッセージ。皆さん、こんばんは、新聞、うずみびの矢野博です。こんばんは、毎日放送アナウンサーの上田孝之です。毎日放送アナウンサーの福本慎吾です。はい、ディレクターの渡沢子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます平成という時代も、あと、明日一日となりました。うんうん、え、今日は、平成最後のニュースなラジオということで。 いつもよりは1時間早めにスタートし平成という時代がどんな時代だったのかを振り返る特集番組をお届けしたいと思います。今日ははですねあの7時台は、まあ、平成の 災害についてということで、うんはい、兵庫県立大学教授の室崎義輝さんにお話を聞きます、それから、はいえー、8時台に入りまして、これいつもの時間帯になりますけど、うん、ここではですね平成の出来事をちょっと振り返っていこうということで時事通信社の解説委員長の山田圭介さんにお越しいただいてお話を伺います前回は電話でお話を聞きましたけど、はい、今日はは来ていいただくでです、ね、そうですよ、うんはい、なので平成でど,どんな年でした矢野私はもう。 働いてましだから、えー、昭和が終わる時というのがすごく暗くて、はい、もう自粛自粛だったんですよですからそして新しい時代がこう開けていい時代が来るのかなという思いもあったんですけれどもちょうどバブルのいい時でしたよね。 振り返ってみると災害はたくさんあったし、うんえー、事件、事故も多かったし、うん、戦争はまあもちろんなかったですけれどもなんかあ,のあまりいい時代ではなかったのではないかなというふうに私は思ってしまうんです。けどね、まあ、特に終盤いろいろろ、うんはい ありましたかねはいそんな風に思ってしまうんですけれどもあのメッセージもですね、はい、皆様から今日は募集しようという風に思っておりまして、うん、あの先ほどもタイトルにありましたけれども「次の時代へのメッセージ」というのがこの番組のサブタイトルなんですね。<ー>でこの間もなく終わってしまう平成という時代を皆さん経験されたと思うんですけれども、うん、次の時代のこの令和にメッセージを送るとすれば、うん、一体どんな言葉なんでしょうかと。うんうんうん いいうこととをちょっと皆さんんにお聞きしたいんです、うん、どんな言葉がいいでしょうね、うん、あの平成という時代というのはあの例えば沖縄の辺野古への新基地建設とかね、はいえー、福島第一原発の事故もこれ全く収,集収束してないですよね、はい、そういった負の遺産と言いますかねそれを私は次の 令和を生きる人たちに押し付けるようなことかなというふうにそんなメッセージになってしまうかなと私は思うんですけどね例えばもっとそういったところを解決していきましょうそのための策をみんなで考えましょうとかあとはエネルギー問題どうしましょうとかね忖度するのはもうやめましょうとかいろいろあると思うんですけれども改善してほしいようなこと変えてほしいことそれから 実現したらいいなと思うこと何かかありますかねこれはあとなくさないでほしいうんずっとこれまでもあったけれどもこれは必要だよねっていうこととか、ね、まあどんなことでも構わないんで、うん、この平成から次の時代の令和に向けてメッセージがありましたら皆さんお寄せいただきたいです。は大阪の 六八零九の九零九零です。メールは今アットマーク m b s 一一七九ドットコム i m a アットマーク m b s 一一七九ドットコムこちらまでお送りください。はい。はい、ニュースのラジオ九時まで二時間たっぷりとお届けしたいと思います。平成は日本列島がたくさんの災害に見舞われた時代でした。はい。ここからは 平成の主な災害を振り返り、次の時代に備えていきたいと思います。はい、スタジオにゲストを迎えしています。災害現場を導けてきました。兵庫県立大学教授の室崎義輝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。室崎さん、次の時代は災害の少ない穏やかな日々が続いてほしいなと思うんですが。 難しいですかね。ええ、そうはいかないと、<laughs> そうはいきませんか。あのまあ平成の時代ね、すごく災害が多かったと言われていて、まあそれはその通りなんです。事実としては、でもそれは平成という時代が悪いわけではないです。地球のリズムでメカニズムなので、あのまさにそういう意味で言うと、平成の時代だからということではないです。たまたま巡り合わせなんですね。でそういうことで言うと、これからますます災害が多くなるそういうリズムなので。 令和の時代になったからといって災害が減るわけではないです。むしろある意味では増える時代なんですよね。うん、まだ増えますか。はい。ただ違うのはやっぱりその今までの平成の時代っていうのは昭和の時代のやり方をダラダラと引き継いできただけなんですね。で経済成長も止まっているのに昔通りのやり方をしようとしたところに。 いろんな意味で無理がある例えば被災者の支援の仕組みだとか、うん、あの住宅再建の仕組みっていうのは古いなんかしがらみの中に来ているので、うん、だからそのしがらみを変えることができれば被害を和らげることはできる災害は起きますけど被害を和らげることができる、うん、と令和の時代っていうか新しい時代になってまさにその 今まで引きずってきた誤りを直さないといけない。うんうん、そういう課題をを持って新しい時代を迎えるということだと思うんですよね。怒、うん、るのは変えられないですけど、ね、対応は変えられるかもしれないうん、うん、と、い、うことなんですね。はい、まずはね、うんうん、その平成の時代に起こった災害をちょっと振り返っていきたいと思います。はい、渡利さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますあの平成記憶に残る最初の大災害は、うん、1991年、平成3年の。 雲前不元岳の火災流だと思います、うんはい、死者行方不明者が43人現在の天皇皇后両陛下の被災地訪問の最初でもありましたので、うん、記憶に残っている方も多いかと思います、はい、そしてその2年後1993年平成5年に北海道南西沖地震がありました奥尻島大津波が襲いまして死者が200人を超えました、うん そして1995年平成7年には阪神淡路大震災が起きました1月17日午前5時46分のことです近畿に住む私たちにとっては本当に忘れることのできない災害ですよね、うん、この地震の発生直後1月17日午前6時半の NBS ラジオの番組おはよう川村隆一ですの一部をこれからお聞きいただきます パーソナリティの河村隆一さんが芦屋の自宅から大阪の毎日放送までタクシーで移動しながら。当時まだ一般的には普及していなかった携帯電話で街の様子を伝え続けたものです。お聞きください。芦屋のお我が家を出ようという時には街中全部停電で交通信号を止まって。はい、阪神高速は落ちました。あ、落ちました。では、私の。 足屋の御向かいの家潰れてうち<っ>の前の道路全部潰れてますあらまあそれとね道路の陥没があって隆起<っ>と陥没がはなはだしくって足屋市内でまず全然見受けが取れなかったあそうですか向こう側のところで今火事がものすごい大きい火事が二つ出てますあそうですか、うん、はいわかりました火の物気をつけてくださいね、はい、皆さん はいあのこれ発生からまだ一時間経っていない時間ですので、うん、阪神間とか神戸の被害状況っていうのはまだあまり伝えられてなかったんですね、うんはい、阪神高速の効果が倒壊しているという情報をいち早く伝えたのが川村さんのリポートでした、うんうん、はい思い出しますね私もこの時は天が崎の自宅で寝ていてドンという突き上げとともに起きたから今私ここにいるんですけれどもあの次の瞬間枕元にドーンと テレビが落ち着いたんですよああ当時のテレビは大きくて重かったですからね。ですからまあ,あのよく起きたなというふうに思うんですが、うん、ですからあの瞬間というのは阪神館に住んでる人たちの横には死というものがあったんだろうなというふうに思います。 思いますね。私も18歳でしたけど、初めてそういうの感じましたよね。うん、あ,あ生きてていいんだって思いましたよね。うんえー、室崎さんはあの時はどちらにいらっしゃったんですか。は、あの大阪のホテルにいました、ね。大阪ですか。はい、ちょうどね、あの1年前、うん、その阪神大震災の1年前に1月17日というのはアメリカのロスアンゼルスでノースリッジ地震というこのとんでもなく大きな地震が起きた日なんです。<ー>で、そういう地震が起きた1年後なので、日本でも大きな地震があるかもしれない。うん、かつ大阪でも地震があるかもしれないと。 アメリカの研究者と日本の研究者が大阪で国際シンポジウムをやろうとしたその日なんですで、そ,ですね、その準備で我々はその国際会議場というとこ、うん、泊まり込んで準備をしていたその日の早朝ですよね、うんうんうん、当時神戸で地震がなんて誰も思ってなかったですよね<ー>一般人はね、うんうん、でもねちょうどその頃東北の方でもその前のあのお正月の直前ぐらいに地震が で、はあ、からね23日前もね多分石垣島で地震があってですね、はあはあ、で我々はいやいや、うん、そろそろあの関西にもって話を、えー、その前の夜はそのお酒を飲みながら話をしてたんですようだからまあそ,そういうことがあの現実になったという意味ではね、うん、まあそういうことが分かってても我々にとってもショックな出来事やったことは事実なんで。はい はい、あの阪神・淡路大震災は都市部を襲った直下型地震で最大震度7を記録しました6434人の方が亡くなって3人の方が今も行方不明ですえ特徴的なのは犠牲者の方8割が圧死であったということですね。 あの倒壊した家屋の下敷きになったり倒れてきた家具の下敷きになったりということがありましたこれで家の耐震改修や家具固定の必要性が広く認識されることになりましたそれからあのボランティア元年っていうふうにこの1995年言われまして全国から大勢のボランティアが被災地支援に入ったことでもあの知られる年でした。うんはい そしてあ2004年平成16年には新潟県中越地震がありましたこれも最大震度7を記録していますこの時は車中泊であるとか避難生活の問題点が浮き彫りになりましてエコノミークラス症候群というのがですね広く知られるようになりましたそして2011年平成23年3月11日 東日本大震災が起きました死者行方不明者2万人を超える大災害となりました NBS ラジオでは地震の発生直後から東北の被災地に電話をつなぎまして話を聞こうと試みました、えー、午後3時半過ぎなんですが宮城県気仙沼市の菊田誠一さんと電話がつながりましてお話を聞いた時の音声をお聞きください 気仙沼市にお住まいで NBS ラジオネットワーク一点一七のリポーターを務めていらっしゃいます菊田誠一さんと電話がつながっています菊田さんはいはい恐れますよろしくお願いしますお願いします菊田さんは今どこにいらっしゃいますか今宇治にいなきゃともねはい気仙沼のご自宅にいらっしゃるそうです海の近くでいらっしゃいますかあのおられの宇治は海から離れてる高台にあるんですよはい どううでしょう<え>周りの例えばコンクリートの建物あるいは他の建物<ら>、えー、っとえ、ねはい、あれすごいね津波あご覧になりますか今えー、すごいですねなんかねこう煙みたいな感じでザーッと来たねああすごいねあれれれれれ,れもうあれただただ流されてきてますね何が流されてきていますかえー、あれ何でしょうあれうちとか あれは船がないやすごいですね生々しい、ねしね、ご報告でしたね,そうですねちょうど電話をつないでるときに、うん、津波が見えた、いろんなものが流されてきたというお話でした。うんうん の菊田さんもともと気仙沼消防本部の消防庁をされてた方で、うん、とても冷静な方なんですねところがまあ後で聞きますともうこの時は本当に気が動転していて、うん、もう何を喋ったかも思い出せないぐらいですというふうにおっしゃってました、うん、津波避難のあり方が問われる大きな災害でした、はい、この地震の後ですね福島第一原発の爆発事故発生しまして、うん、最大47万人が避難するという 複合大規模災害になりました私たちの社会の課題を浮き彫りにした出来事だったと思います、はい、その後もですね2016年平成28年には熊本地震がありました益城町で震度7を2回記録しました関連死を含めまして死者273人の災害でしたそして去年2018年には大阪北部地震西日本豪雨 北海道地震など皆さんの記憶にも新しいいとところだと思います、うん、特に西日本豪雨は大きな被害が予想されたにもかかわらず避難が遅れた人が多かったということで、うん、新たな防災の課題を突きつけた災害だったと思います、はい、ここからはポイントを絞って平成の災害の教訓を考えていきたいと思います。まずは 災害から命を守る避難の問題です、はい、東日本大震災では気象庁が当初発表した津波の高さを超える津波がやってきてで防潮堤があるからとか海から離れているから大丈夫だというふうに思っていた人たちが犠牲になってしまったんですね、うん、この反省から気象庁は非常事態であることを伝えるために津波警報の第一報では津波について巨大とか高いと。 いうふうに表現するようになったりしてるんですね。そうですね。武野さん、この自分は大丈夫だろうと思って逃げない人がこうして多いですよね。うん、で、実際に避難してもらうためにはどんなことが必要なんでしょうか。あの一つは、はい、あのあ危機意識っていうか、はい、自分の住んでいる場所に。 どういう危険があるかということと、うん、から自然というのはとても大きな力を持っているので、うん、想定以上の例えば津波が2メーターだと言われてても4メーターの津波が来ることもあるという、うん、そういう自然のもうその力の大きさみたいなものを理解する、はい、まあそのための教育をしっかりするということだと思うんですよね。それが1番目です。が二、はい、番目はですね、あのやはりあの単に逃げなさいとかというような指示を与える。 ということではなくて、うん、一緒に逃げましょうという形で手を差し伸べるということなんですよ。例えばあのその高齢者等避難準備情報ってまあ、こういう情報の改善の中で高齢者に早く逃げてもらうということだいたいそれは夜遅くだった逃げられないので夕方早く その情報を出すようになってるんですけど要するに避難指示を出しましまてて逃逃げげくださいいねと,一定とも逃げないんですよ、ねうんうん、でもそこに車を持って行っておじいさん一緒に乗って避難所に行こうねって言ったらみんな乗るんですよ。まさにそういう意味で言うとね個人に判断させるのではなくて、うん、コミュニティだとか行政がちゃんと手を差し伸べてちゃんと逃げるまで責任を持つというふうにしないといけないので、うん、いやむをすると今はねすごく個人責任なんですよ。うんうん、そののねエリアメールでちゃんと携帯にに送ったのに それを見て逃げないとしたら逃げない人が悪いんだというふうにみんな言うんです。でそれは違うんですね。あのこういう災害の状況になるとね、このパニックになって人間の記憶力っていうのはとても 弱くなるっていうかだからそこにねいやインターネットで高齢者と避難住民情報ちゃんと検索しなさいとか言ってもそんなことはできるはずがないし<ー>だからそういうことだってすぐ気がつかないので,、うん、でそういう人にあなたそのちゃんとねそういう高齢者とそういう情報のね意味を知ってないのはけしからんというのはむしろ間違いで、うん、むしろそういう人たちでも助かるように、うん、やっぱりこうみんなで避難ってコミュニティの避難っていうか、うん、そういうその 共助とか公助の仕組みとして避難をしっかり成功させる考えないといけないですけど今は自助とか自己責任というのは言い過ぎるんですよ<ー>で、そこが間違っているだかが何本情報詳しくしたって逃げれないですアメリカのハワイは津波が来るか来ないかしか言いません津波の高さもあと何分後に来るかも言いないですあそうなんですね、はい、で、来ると言ったらみんな逃げますで、帰って細かく細かく丁寧に言うとまた大丈夫だというのを思ってしまうので まさにそういう意味で言うと情報を詳しく与えれば、うん、あのいいというわけじゃないんですよ。なるほど。うん、だからどんどん,どん,どん今情報が詳しくなっているのにね、うん、逃げる人の比率はどんどん下がってんですよ。<ー>この前の西日本豪雨なんて100人に一人も逃げてないんです。そうですよね。お、えー、昔のそういう避難指示とか避難勧告なかった時代もみんな逃げてたんです。あそうですよね。なんか海を見て判断してたっていうふ、えーえーえー、うに東北でも聞いたことがありますだからそういう意味ではね、情報を与えるだけでは解決できないとことだけ頭に。 うん、入れととないと<ー>情報は必要なことは必要なんですよ間違ってるわけじゃないんですけど、うん、情報だけに頼ると、うん、やっぱりなかなか人は逃げてくれないってことだと思うこだ思んですよ、ね、うん今、室崎さんおっしゃったその一緒に逃げようとそして手を差し伸べることが大事だというふうにおっしゃいました、うん、あのこの災害ではこの障害者とか高齢者いわゆるその災害弱者といわれる人たちの死亡率が非常に高かったですよね。うんうんうん どうすればこう共に助かるということはできるんでしょうかね。それは全く同じで手を差し伸べる仕組みがいるんですよ。はい、でね、私は津波天狗で大嫌いなんです。<あ>大嫌いですから。はい。津波天狗だ天でばらばら逃げなさいとお年を助けようと思うなと。ああ。それは大昔ねそのそのその一族の。うん 血筋を守るために、一族がみんな揃って死んだら、家計が耐えるので、それは困る。なんか、できるだけバラバラに分散してると、誰かが生き残るので、家計はあの守れる。だから、天天子という言葉が出てきたんですよ。はあ、そういう意味で,で、天天天然バラに逃げなさい,うん、うん、いや、お年寄り、放っとくのかという話になります。うん、だから、僕はやっぱりみんなで避難だとで。今のように、こう情報も科学技術も、いろんなものが進化している時代に、そのお年寄りは助けられないということはないので。うんうん みんなで避難というむしろだから僕は「天でバラバラの避難」ではなくて「みんなの避難」だという考え方を切り替えないといけないそうするとそういう時にみんなで避難しようと思ったらそのお年寄りだとか外国の方はどうやってこう助けることができるのかって、うん、中学生が2人でリアカーにお年寄りを5人乗せてみんなでリアカーを押して山の上まで10分で逃げれるかどうかをやるていうそういう世界まさにそれ,なそれは天電語じゃないんですよ。中学生がお年寄りを助けるというシステムなのでうーん まあ、そお互いに助け合う仕組みをどう作るか、ということですよね。だから、西日本豪雨でもね、あのマビなんかはね。あの、まあ、要するにエリアメールいっぱい来る,来るんですけど、みんなお年寄りというか、亡くなった人の8割から9割は、家の一階で亡くなってるんですよ。はいはい、なぜかというとあ、これはまたちょっと別の話なんですけどね。2階に逃げればいいと、みんな思ってたんですよ。で、それも、あの水が来てから逃げようと思ってたので、はあ、ところが。 河川が決壊すると一気に水が来るので、2階に上がる暇もなかったということなんですよね？で、それもだから、結局はあのま1つは2階に上がればいいというのはね。これをメディアがあのさい。2階に逃げてください。っていうようなことを盛んに言うのでなら、もう避難所に行くの嫌だからね。2回逃げたらいいと。 いうふうに思っているところに、うん、からまた個人の判断に任されているので、うん、でそういう状況の中で西日本豪雨のみんな助かった集落がたくさんあるんですよね。うん、それは消防団長が車でみんな迎えに行ったとか、自治会長がどん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 扉を立って,て逃げるといったところはみんな助かってるんです。うんうん、だからやはりそういう意味でコミュニティの力みたいなものをもっとあの発揮するような仕組みにしないと多分いけないだろうなと私は思ってるんですよ、ねうん。うん。 あの東日本大震災ではですね、あの陸前高田に行った時にびっくりしたんですけど海の近くに老人ホームがあったりとか病院があったりしてでたくさんの犠牲者が出たんですよねですからそういう被害が予想される地域には住まないようにするということも必要だと思うんですけれどもそういったこの事前に備えるということはこの平成の間あの進んだと言えるんでしょうか いやだからそこもなかなか非常に複雑な問題があるんですけど、まあ、社会全体ね一人一人の個人もそうです、はい、社会全体がその大きな津波など来るはずがないというふうに思い込んでいるところなんですし思い込んでいるから危険なところにそういう老人ホームを作ったり小学校を作って平気だしそんな危険なところに小学校があるのでそこを避難場所にしたりしてるわけですよね。それはま,まさに危機意識 が欠落しているあ,<ー>あるいはその災害に対する正しい知識がないということなので、うん、やっぱそのそこはもとても大きなことだと思うんですよね。なるほど。一旦ここで C.M. に行かせていただきます。この後も引き続き室崎さんにお話を伺います。ニュースなラジオ平成特番。この時間は平成の災害の教訓と題して兵庫県立大学教授の 室崎義輝さんにお話を伺っています室崎さん引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ続きましてですね、うん、その 命が助かった後の避難生活の問題をちょっと考えていきたいと思うんですけれども、はい、実は私もあの阪神・淡路の時に1週間ですけれども近くの中学校の体育館であの生活したんですねやはり次余震が来たらこれ倒壊するんじゃないかという恐怖からだったんですけれどもその時のやはりその体育館の生活というのは非常にもうお粗末なものでしたプライバシーは守られていないし朝の食事はもう。 もうあのそんな贅沢で言ってはいけないという思いがあったんですけれども冷たいおにぎりが出たりパンが出たりでしたけれどもどうなんでしょうかこの避難生活の問題。いやももうおっしゃる通りとても、うん あの大きな問題で、はい、でまああの最近の地震でいうと、いわゆる震災関連死っていうのが多いわけです、うん。はい、でその関連死の原因の一つに、やっぱ避難所生活の厳しさみたいなものが。あることは確かで、うん、でそれぐらいやっぱひどい環境に置かれているってことは事実です、うん。まあ夏だったら暑いし、冬だったら寒いしっていありますよね。でなぜそうなってるのかっていうことが、ね二つ問題がある、うん。はい。はい で一つはですねその避難所のこう面積とか場所を決める時に大体いいその地域に住んでいる3割ぐらいの人が避難所に来るだろうところが最近は例えば津波が来るとみんな逃げないといけないし火事が起きてもみんな逃げないといけないし、はい、それから地震で家が壊れても。 その今はその余震の恐れがあるのでもうみんな家にいてはいけないよってことになると避難所に8割その地域の8割9割9の人が殺到すするんで,すんでそれは例えば大阪市内でもそれを考えたら今決められてる避難所にみんな入れるかってかとんでもないんですあれは小学生が朝礼をするだけでいっぱいなのにそこに地域の大人や子どもが入れるはずがない、ね、だけどそういうことが分かっていながら平気で小学校だけ避難所にしているというところがあるんですよね。でだからたくさんの人が 来すぎるっていうか、で、それはまた理由があって、そのみんな小学校にとか避難所に来なくて、自宅に行っててもよくて、少しすぐ修理をすれば、自宅で住めるのに、うん、そういう人たちに赤髪はって出て行けというような仕組みがあるし。うん、今度は避難所に来ないと、水やパンが揚げませんよって言うんです。うん、で、そうすると、自宅にいるともらえないので、うん、みんな避難所に来る。そうでしたね。で、で避難所に入れないで、いっぱい入れないので、その。 車中泊でもね別に避難所の前に車がなくてもいいんですけど、うん、みんな避難所の前に車がいるのは避難所で物をもらうためだからそれは 自宅にいる人、在宅避難の人にもちゃんと物を届けるシステムを作れば、そんな避難所に殺到しないでもいいんですよね。だから無理やり殺到して過密にしているので、雑魚の状態が生まれてしまうというのは、一つです、多くの人、まああの、避難してくる人に対する広さがちゃんと用意できていない,い二つ目はね、これは災害救助法というか、戦後にできたあの、まあ、制度なんですけど、その時の基準では、避難所って1週間を限度とするというルールなんです。はい、で1週間だととね、ちょっと ちょっと我慢してもらおうという発想が成り立つんですよだからそうするとその一粒あたりまあ、2畳で4人というあの面積基準みたいな発想が出てくるので1人0.8平米とかそんなにいますだからそういう1週間だからということでもう最低限の生活だから非人間的な生活だけど1週間だからいいんだという風になってたわけですだけどそのままの環境で 一ヶ月二ヶ月三ヶ月避難して暮らす、だそれはもうとんでもありえないことなんですよね。なんか難民キャンプよりも避難所の方が大変という話もあるんですかね。だから難民キャンプはね一年に年三年とずっと長期間なので人間らしい環境を保障するという考えがあるので、例えば一人 4平米が必要だとかって、うん、あるいはトイレがいくついるってそういう基準になってきているわけですけど、うん、だからそこの発想ですよもう避難所がやっぱり一月も2ヶ月もなるのであれば、うん、その人間らしい生活するような観光基準に作り変えないといけないんですけど、うん、日本の場合はトイレの基準もないしあるいはベッドを入れなさいというルールもないし、うん、そういう意味で言うと。 もうまさにもう戦後の混乱した時代の雑魚寝状態をそのまま避難所は今引きずってるのでだからそこはもうこう見直さないといけないということだと思うんですよね。国際基準があるんですよねあそうまさにその難民キャンプ用に作られた国連の基準があってまあその基準すら日本はあの守れていないということうで、まあその基準を引きあいに出すわけでなくてもね海外からいろんな留学生が来てるんですけど日本の避難所と仮設住宅を見るとあの要するに途上 国のスラムよりも悪いって彼らは言います。で、よく日本のような素晴らしい国がどうしてこんなところで我慢してるんだって。<ー>なるほどね。渡辺さんもいろいろ取材してるでしょ。あのザコネ状態ですって。そうですね。ね<え>あの少しは例えば間仕切りが入るようになったりとか、うんうん、あの冷暖房もつく避難所が増えたりっていうのはあると思うんですけれども、<laughs> うん、その避難所はその学校でなければいけないのかっていうのも私は疑問なんですね。そうですね。それもとても大切なことで。 学校以外にもね地域の中にお寺があったりとか神社があったりとかあるいはさまざまな公共施設があったりするわけですよね。うん、やっぱそういうその地域の中にあるいろんなものをこう全体を見ながらみんながこう避難できるように考えていくということが必要だし、うん、だからもう一つ大きな問題はね学校っていうのは人によってはとても学校のすぐ横に住んでる人もいるんだけど、うん、学校に行くまでにすごくその10分も20分から遠くの1キロぐらい歩かないといけないような地域もあるわけですよ。うん、だそういううい人がもう 大雨が降っている真夜中に学校まで逃げられるのかってそういうことではないですそういうことなら三軒隣の誰々さんの三階だったの立派なお宅の三階のお座敷に逃げた方がいいと世界があるので必ずしもそんな遠いところに逃げる必要はなくて身近に安全なところがあればそこを避難所としてきちっとそのこうみんなで相談をして決めてそこに逃げるとでそこに行政がしっかり情報も 物資も届よ必ずしも学校に固定して考える必要はないんですけどいろいろ考えるの面倒でしょそれからいろんな民間の施設の協定を行政を結ぶのは<う>でもねはい学校ですよって学校の先生がたまったもんじゃないんですよ、うんうん、学校の先生がなんで避難所の人面倒見ないといけないのかとか思う、うん、子どもたちの教育の場所を卒業式やろうと思ってもいやいや避難者がいるからその子どもたちが運動場で卒業してくださいそういう世界ができるわけですよ。うん、だから学校指指定定避難所に指定すること ことが本当にいいことかどうかもね、これも考え直さないといけない。うん、なるほど。うん、このせっかく助かった命なのに避難所生活で体調を崩して亡くなってしまう震災関連死という言葉も阪神淡路の時に出てきたわけですが、これはどうすれば防げるんでしょうか。一番大きなことはね、被災者というのは、はい、あの心も体も傷ついた存在だということなんですよ。ある意味で言うと、ある意味じゃないです、ね。うん、まさしく病人と同じ。 はあ、な,なんですよ。<人>そうする、うん、うん、まさにまさに健康を害した人たちですよね。で、そうすると病院と同じような環境を与えるという発想。 まず持たないといけないいいとけですよね、うんうん、だから食事もね冷たいおにぎりが、うん、そので我慢しようとそのために延々と1時間も2時間も並んでおにぎりもらうんです、うん、それだって普通は信じられないことですよね出、うん、出そうと思ったらら今のの日日本の社会では1日目からごも出せるんですよ、うん、だけどうそういうことをしていないだからそういう意味で被災者だから、うん、もう我慢しなさいとか諦めなさいとかというような。 なんか非常にこう誤った考え方のもとにその被災者対応が進んでいるので結局弱い被災者はつど,んど,んどんどん体が弱っていって関連しにいくということなので大きくはそこの考え方の発想の転換がまずいるということですよね。 文句ってそういう時言いにくいですけどねどうしたらいいんでしょう、しかし病人なんだというその感覚ですねまさにその人たちにいろんな意味での医療のケアも含めて提供しないとその人たちは亡くなっていくんだということですそうですね。 この避難生活に関連してなんですけれどもこの仮設住宅ですよね、うん、次にその進むと,ところこの仮設住宅の長期化というのがすごく問題になってますこれ対応のやつは2年ってうこ,でこれもですから避難所が1週間というルールで作られているとすれば、うん、仮設住宅は最大2年です、うん、でこれは法律上は仮設住宅は建築物ではないんです、まあ、仮設なので。うん、ということはあの建築物でないということは人間が住む場所では本来はないという前提なんです。うん これもまた同じように非常に厳しい住宅を、まあ、これも2年だったら何とかなるけど、うん、それが年年年も8年も10年もななるるという時代になってるわけですよね、うん、例えば普通28平米な標準的には台、うん、所と4畳半と6畳の双間なんですで例えば子供2人で親,親が2人で4人家族でもそこに住むわけですけど、うん、そうすると何が起きるかというと子供は夜帰ってこないんですよ。 夜までっていうか食事の時間にようやく暗くなって帰ってきてで食事を食べてもうすぐ寝ちゃうんですよ。もう勉強する場所もないし親と狭いところに顔つき合わせているっていうのも,もう耐えられないあの子供の心理にならないとわからないでそういうところに6年がただ小学校1年生から小学校6年生までそういう仮説に進んでるとするでしょ。学力は一気に低下します いろんな意味で仮設住宅の,あの是非が議論されるんですけど僕は今日子どもの教育としてあの環境でいいのかっていうことをもっと考えないといけないんでんでそんなに長期間になるんでだからこれはだからまあ本当は住宅を作っていこうとするとやっぱ行政がしっかり タイムラインって、まあ、例えば仮設って最悪ね、二年ですよということは、二年後には。災害公営住宅ができてないといけないですよね。あるいは公営住宅なくても、自力再建がちゃんとできてないといけないですよね。で、そうすると、まあ、まさに。今、熊本がそうで、三年経っているのに、公営住宅は予定の三割しかできてないですよ。だけど、普通一生懸命やったら、公営住宅は一年でできますよ、建設はね。 ななんでできないんですかそれがいやだからその土地がないとかね大工さんがいないとかいろいろ言うんです、うん。だけど本当に作ろうと思ったら僕なんかの意見はねまあ仮設はねこの,そうですねこうこの40年前の酒田の大火で仮設住宅って火事が起きた次の次の日から仮設住宅の建設が始まって1週間の建設完了してるんですよ。で公営住宅も大体その1週間後ぐらい公営住宅の建設が始まって、うん。 もう半年後にはこういう住宅完成してるんですよねだから最初からそういう仮設住宅の場所を決めておくとか、うん、こういう住宅もどこに作るかっていうようなことをきちっと検討しておけば割合ス,、うん、スムーズにいくしだからまさにそういう 作る気になるかってい,、うん、ということですよね。だから遅れてもいいんだというのがういや僕は行政の人はそうは思っていないと思うんですけど、うん、でもまあ仕方がないなってみんな思ってるわけです。うんうん、例えば東日本って八年十年の仮説だったらまあ熊本でもまあ八年十年はひどいけど、うん、まあ五年ぐらいいいだろうと思ってると思うんです。うん、いやそのいやそういうふうに。 私は想像してるだけですけどねでも見てたらそう思わざるをえないわけですだけどもう1日遅れることはそれだけ苦しみが増えるわけですよね。僕はあの被災者の苦しみっていうのは毎日毎日日の苦しみかける時間積分ででその時間積分の相和によって関連死が起きてると思ってるので1日1日の苦しみは例えば仮設住宅の間取りだとかあの環境の問題ですよね。で時時間間は仮設住宅の継続時間 両方とも一日一日も悪いし継続時間もすごく長いとなるとやはりそれでもみんな疲れ果てて病気になって亡くなっていくっていうのはね大変なことでお年寄りなんかは例えば80歳のお年寄りが人生の最後の10年ですよ8年間とか10年間っていうのはそれをねこうその自分のふるさとではない仮説に 押し込められるって言うと、お年寄りにとってもね、本音はとても辛いやっぱ苦しみの時間は長くしてはいけないんだじゃあどうすればいいかっていうことですよねだからそういう資材とかそういうものをあらかじめ用意しとくってことも必要だしもっと簡単に早くできる方法を考えるってことも必要だし、まあ、まさにそういうための計画があの ききちっとできていないとで仮に言ったら公営住宅が難しければもっと自力再建というかね、はい、今東日本でもあの公営住宅建設のまあ、土地代から始まって建設コストでいうと一つの公営住宅あたりね5,000万から1億円かかってるんですよ。 そんなことならみんな1億円与えて好きなようにしなさいとかきっと住宅再建早いいと思まあ、でも個人の方で言ったらそういうふうに思う人もいますよね大勢。だからすごく時間がかかるので公営住宅に入るつもりだったけどもうものすごい時間かかるので諦めてやむなく都会のマンションに入ってる人もその住宅再建そして復興住宅の問題について考えていきたいと思うんですが。 あの生活再建に関してもまだまだ課題が多いですよね阪神淡路大震災をきっかけに、えー、被災者生活再建支援法というものができました、えー、住宅が全壊または大規模半壊の世帯に最大300万円の支援金を送るというものなんですが こういう債権の,の徐々にですけれどもできていますけれどもまだまだ足りませんよね、これでではそうですよね、うん、まずこの,あの、まあ、私の個人的な思いからするとこの被災者生活再建支援を作るの大変だったんですよ2500万人の署名を集めたんですよ。<laughs> それぐらいみんなの声を集めて、うん、で国会の周りをねみんな手,手をつないでみんな取り囲んで、うん、被災者を助けるための制度を作ってくれという結果としてこれができているのでそれはそれで素晴らしいんです。うん、ただ今から見てみるといろいろ問題があって、うん、例えばこう最大300万なんです。うん、で当時は一つの住宅を作るんでって1,500万ぐらいだったので,、うんでまあ、本当は500万500万500万で国から500万で自分で500万であとその。 地震の保険から500万で、ね、なんとか1,500万でいけるかなということで出てきた数字なんですけど今は物価がものすごく高騰していて1,500万で家いいは建たないんでそれこそ3,000万5,000万の時代になっているのでそういう時に300万でいいのかっていうのが大問題ですよね。それからもう一つは 大規模半壊以上って、ほとんど全壊に近い人だけにお金をあげるってことをしたんです。ところが、今は半壊の人も一部損壊の人も、建て替えざるを得ない人がたくさんいるんですよね。うもう一部損壊といっても、家の中がごちゃごちゃで、あるいは地盤がもう非常に悪くて、はい、と。 立てようと,思うとなんかそういう人たちにはほとんど支援が行き届かないと、うん、だからこれはその被害の程度っていうか損害についての程度なんですけど再建する必要度っていうか、うん、再建しようとする行為に対しての基準ではないので、うん、こう本当に必要な人のお金が行き届かないという問題があるのでやはりもう少し反対の人たちにもなんか支援の手を差し伸べしないといけないという問題もあって。うん いろいろこれも問題があるということですよね。なるほど。あの大阪北部地震のね被災者の方、屋根が壊れてうん、うん、でもその修復の費用が出せないという方うん、うん、大勢いらっしゃいますよね。そうですよね。もうあの屋根ガラな直すだけでね500万とか、うん、そういう時代なんですよ。うん、で屋根ガラ壊れた程度で、ね、今1000もその生活再建支援法でもらえないんですよね。でそうじゃまだかそういうところに抜け落ちてる部分があるっていうかすべての被災者に。 救いの手が伸びていないということなので、うん、やっぱそのあたりのね問題点みたいなものを直していかないといけないですよね。うん、なるほどね。いや、室崎さんにその災害担当大臣になっていただいて、その迅速な生活再建のためにはどんな制度を作られますか？もし <laughs> あ,あのねまさにそういう意味で言うとねだから次の令和の時代はそこをちゃんと答えを出さないととても恥ずかしいというふうに私は思っているので、うん、その間違いをしっかり直していく時代だというのを思っていて、うん、まさにこういう住宅再建の仕組みだとかそういうものが根本から変えていかないといけない。 でそういうことで一番住宅再建の仕組みで何が問題かというと今までは行政が公営住宅を作って入れてあげるって仕組みだったんです、うん、なんか与える支援みたいな。<ー>で僕は今は引き出す支援ってみんな自分の力でどん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 ,どん改善をしていくようなあの背中を押すような支援という。 だから修理もっと修理の費用にお金を出すべきだ僕はこれは修理の時代だと修理すればスムレがいっぱいあるのにわざわざその修理をさせないで公費買いたいとい世界に追い込んでしまってうん、うん、で大工さんがいないとずっと順番,順番待,ち待つということなんですけど自分で修理をするか自分で再建をしていくいのそのためにで十分な補助金っていうか支援金を提供していくということで、うん、もっと選択の自由を広げて個々人の。 力を引き出していくという形にしていかないと多分住宅再建のスピードアップもうまくいかない,のではないかと思うんですよ、ねうん、はい、あの今後の課題なんですけれどもこれ、まあ、次の時代に私たちがどんな答えを出していけばいいのかということなんですが我々がすべきことっていうのは紫さんズバリ何でしょうか、まあ、結論から言うと。はいあの 我々一人一人の個人で言うと、ライフスタイルという生き方を変えるということだし。から社会全体で言うと、やっぱ社会の仕組みを変えていかないといけないと思うんですよね。今までは、どんどん経済が発展していく高度成長の時代。ですよね。そういう時代のスコス,スタイルと、まあ今安定成長っていうか。 こう環境を大切にしていく、資源を大切にしていく時代ですよね。うん、で、そういう時代ってやっぱり生き方が違ってこないといけないというふうに思うので、うん、まあ、今、その、本当にその昭和の遺産というのをずっと築いている。それ、ないものねだりなんですよ。<ー>建築の資材もいな,ないし、うん、大工さんがいる方って言ったらいないし、うん。そういう時代にね、大きな地震が起きて、大量の住宅を再建しないといけないわけですよ。うん、で、それはもう考え方を変えないといけなくて、うん、大規模な再,再開発をしたりするんではなくて。 コンパクトの小さな前よりも小さくてもいいから、そのから質的にレベルの高い豊かな建物を作っていくっていうのを発想の転換みたいなものがとても大切で、あのまあ少しそういう意味でいろんな点で見直す必要があると思うんですよね。例えばあの大阪北部地震で屋根瓦がまだ治っていないんですよ。まだあと1年も待てと言われているところがあるわけですけど、それなんかも大工さんが いいないのでじゃあそれでじっと待っとけばいいのかってそういうことではなくてむしろこう屋根瓦を直すあの仕組みを地域の人たちとボランティアが一緒になってなんかその誰かにしてもらおうということではなくて自分たちでしていこうというような仕組みに切り替えないといけないしでかつその自分たちでやろうという人たちを。 行政が後ろから財政面でもサポートするって形にすればいいのを、うん、いやから職人がいないから待ってくださいという風に今までの流れではそうなんですけどそういうことではなく少し発想を変えてどう解決していくのかっていうそういうことが必要だと思うんですよね、うん。この災害自体もだいぶ変わってきてますよね。あの例えば東日本大震災だったら、うん、その津波はあるわ原発事故はあるわこうした複合災害にこう対応していくためには。 どうすればいいんでしょうか？まあ,あの1、うん、一つはやっぱりその複合災害のリスクがあるということを知るということだと思うんですよね。はい、今はこう地震についても活動期なので、もう次々と地震が起きる時代です。うん、それに加えて、あの地球温暖化っていうか、太平洋の海温がすごく高くなっているので、大雨はもうどんどん降るような時代だし。この前の台風21号みたいな。風速6 0ー,ーはこれから何度もやってくると。うん、と 豪雨災害ももうしょっちい起きる地震もしょっちい起きるとも当然それは重なって起きるわけです、うん、確率的には、うん、だからまさに大雨降った後で地震が来る地震の後で大雨が降るってことはもうそれは覚悟してないといけないということになりますので、うん、ではまあそうするとねなんかその風には風邪薬とか一応薬は一応薬とかっていう、ね、いろいろな薬を用意することではなくて、はい、風邪にも 腹痛にも強い健康な体を作だ、ね、かうで、それはコミュニティしっかりしたコミュニティを作るとかあるいは行政の仕組みもなんかこう効率化で職員の体を減らすという形ではなくてやっぱ安心した社会を作るために行政というのはどうあるべきかということを考えないといけなくてまさに健康な体を作るという健康な体が来ると次々何がやってきてもそれにこう耐えていけるということなのでまさにそこが一番重要なことだと思うんですよねなるほどね。 さん健康な体を作るこの社会どうでしょうかこれそうですね今伺っててこう、うん、西洋医学から東洋医学への転換というか、うん、そういう感じがしましたまさにその通りだと思って、ね、まさに今社会を作っていくあるいは防災の,の対策の主人公は市民一人一人が自分たちで社会を作らないといけないし自分たちで復興を作り上げる。 行かないといけないのでま、うん、そういう意識の転換ってとても重要だとううんはい、意識の転換ですよどうやったらできるんだろう <laughs> 何からしていけばいいんでしょうねうう一番難しいですね意識を変えるということがでもそれは変えざるを得ないので僕は変わると思うんですやっぱ変えなければそれこそみんなもっともっと苦しい思いをせざるを得ないのでただまあその辛い思いをしてから変えてたら遅いので 次の大きな南海トラが来る前に、今変えないといけないので。今変える気になるかどうか。とそうですね。うん、今日はありがとうございました。ありがとうございましはい。ここで M. B. S. ニュースです。ニュースの担当は福本慎吾キャスターです。お伝えします。ヨーロッパの政治で極右勢力が勢いを増す中。二十八日に行われたスペインの総選挙でも。移民排斥を掲げる極右政党が躍進しました。 スペインの総選挙ではボックスという極右政党が下院の議席を24獲得し極右政党として初めて国政に進出することになりましたサンチェス首相が率いる与党の社会労働党は第一党となったものの過半数には届きませんでしたスペインで極右政党が支持を伸ばした理由の一つが移民問題ですボックスは不法移民の即時追放や 国境に壁を建設し、費用をモロッコに負担させることなど、アメリカのトランプ大統領と似た政策を訴えました。2013年に結成されたボックスは、カタルーニャなどの独立にも反対し、中央集権の強化を訴えています。1975年まで続いたフランコ独裁政権の記憶が残っているスペインでは、これまで極右が台頭したことはなく、 初の国政進出となります来月には EU 議会選挙がありますがボックスの躍進はヨーロッパ各地の極右勢力をさらに勢いづかせることになりそうですアメリカで行われた日米首脳会談で安倍総理大臣がアメリカの雇用拡大に向けて日本企業による新たな投資を説明した可能性のあることが分かりました トランプ大統領は27日安倍総理との首脳会談について日本企業がアメリカの自動車工場に400億ドル日本円でおよそ4兆4600億円を投資するという話があったと述べましたトランプ氏が5月中旬にも判断する自動車への追加関税を回避してもらうため総理が 日本企業による新たな投資でアメリカの雇用拡大に貢献する考えを説明した可能性がありますトランプ大統領が述べた日本円でおよそ4兆4600億円の投資の時期など具体的な内容は明らかにされていません一方、日本政府関係者によりますと安倍総理は今回の会談で自動車、エネルギー、防衛の各分野で アメリカへの投資を拡大する方針を伝えました次です今月9日航空自衛隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35A が青森県沖で墜落した事故で日米共同での捜索が始まりましたこの事故ではパイロットが行方不明で機体も大部分が見つかっていません 今日はアメリカ軍がチャーターした深海活動支援船が現場海域に入りました自衛隊機の捜索でアメリカ側が全面的に関与するのは異例です F-35 はアメリカやイギリスなど9カ国が共同開発したもので墜落した機体は愛知県にある三菱重工業の工場で組み立てられましたただ工場では軍事機密に関わる部分には触れておらず アメリカ側が最終的な試験をしていますフライトレコーダーを回収し解析できれば原因解明が大きく進展する見込みですが否得性の高い F-35A の情報流出を懸念するアメリカ側が主導権を握ろうとするのは確実とみられます今日午前2時半ごろ大阪府寝屋川市成田南町で 新聞配達員の黒田美恵子さん77歳が原付バイクで出勤途中道路上に張られていたロープに引っかかり転倒しました黒田さんは左足の骨を折るなどの重傷です警察によりますとロープは現場近くのスーパーの駐車場で営業時間外に車の出入りを規制するために使われていたものとみられ駐車場にある鉄製のポールと 向かいの理髪店のサインポールとの間で結ばれていたということです警察は殺人未遂容疑などで捜査していますおしまいに今月24日に80歳で亡くなったマラソン界の名白楽小出義夫さんの告別式が千葉県桜市で営まれ教え子の高橋尚子さんや有森優子さんなど多くの陸上関係者が参列しました 最後に頂上を読んだ高橋さんは人を大切にすること、周りに感謝をすること、そして走る楽しさを伝えること、監督の教えを忘れることなく胸に刻んで歩いていきますと述べました。以上、このの時間ニニュューーススをお伝えしましまた。はい、ニュースなラジオ、平成特番と いうことで今日は次の時代へのメッセージとサブタイトルつけさせていただきましてお送りしていますがいろいろメッセージをいただいておりますご紹介いたしましょうラジオネームメヒカリさんというこちら福島県いわき市の方からいただきました昭和を一言で言えば戦争と成長ですが平成を一言で言えば災害と復興です東日本大震災と原発事故それらの復興ですよねと 令和に期待していることは、はい、原発事故の完全なる復興と、うん、風評被害の完全なる払拭です、福島県人の切なる願いですうと書いていただきました。はい こちらはラジオネームカオリンさんですね、はいえー、こちらは大阪の方、今後もたくさんの災害が日本ならびに世界的にあるんだろうけれども、縦に横に斜めに懸命な人がつながれば、人の記事になり、地域、国、世界へと発展するようになっていってほしいですと。 つながること大事なんだなっていうのが分かってきたような気が先ほど紫さんの話を聞いて思ったんですけど、うんえー、他にもにも頂いておりましてこちらたぬきワンワンさんは「日本は長寿大国と言われるものの、うん、亡くなった母も晩年10年病気との戦いで、うん、私も医者迷いの連続健康で長寿の人というのは少ない」うんうん。 こういう病弱な人、病弱なものに日本社会は冷たく高齢化社会というものの高齢者、病弱なものにはしんどい社会で、うん、これまでのが令和も続くならこの国は滅ぶと思いますと。まさしくその通りですよねどうしたらいいんでしょうね。ね<ー> <laughs> だから、うん、そういう人のところにまで、ねうん、何かこういろんなね先ほどの人のつながりの話じゃないですけれども、うんね、いろんなものがこう、うん、つながってみんなで少し一緒に考えているようなものがあればいいなと思うんですけど、うん、昔子供の頃に人の気持ちになって考えなさいとかよく親から言われましたけれども、はい、それが大人になってどうなのかなと <laughs>、ね、<laughs> きちんとやっぱりその。 人の痛みを想像できる人間になってるのかなというようね。全く自分でなってないと思ってるところがあると自分でも思ってしまうんですけれども <laughs> <ん>何かこう課題を全部こう次の時代に持っていってるような感じは確かに矢野さんのオープニングでもありましたけどちょっとしてしまいますよねえもう一つご紹介しましょうからじをネームレタス職人さんですけれども。 僕の近所は農家ばかりですが、うん、助け合いも日常茶飯事ですと。韓国の総裁はもちろん、農作業でお互いに困っているときは助け合い、うん、絆を深めています。いいですね。近所付き合いは令和になってもなくしてはいけません。うん いただきました。まさしくその通りですよね。特に都市部にいてこうねマンションで暮らしたりしますとなかなかこう隣近所顔合わせないみたいなことも多くなってると思うんですけど。そうですよね。よく今でもやっぱり被災地以外でもこの孤独死というのねやっぱり出てますもんね。そうなんですよね。ちょっと切ないですよね。どうしたらそういったものが果たして減らせるのとかなくしていけるのだろうかということなんですね。あのこういった感じで皆様からのメッセージをお待ち。 おしておりますはい。 えっとですね、うん、今日のニュースなラジオ平成特番次の時代へのメッセージと題しまして午後7時から9時までの拡大版でお届けしておりましてまもなく時刻は8時になるところなんですが引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております平成を経験された皆さんが次の時代令和にメッセージを送るとすればどんな言葉なのか改善してほしいこと実現したらいいなと思うことこれはなくさないでほしいということなどどんなことでも結構です皆さんの次の時代令和に向けてのメッセージ お寄せください。ファックスは大阪零六の六八零九の九零九零零六の六八零九の九零九零です。メールは今アットマーク m b s 一一七九ドットコム、今アットマーク m b s 一一七九ドットコムです。皆様からのメッセージお待ちしております。ここからは時事通信社解説委員長の山田啓介さんと一緒に平成の政治経済外交を振り返ります。 先週は電話でのご出演でしたが、今週はスタジオにお越しいただきました。山田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは平成の主な出来事を渡さんに振り返っていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。平成元年、1989年がどういう年だったのかちょっと振り返ってみます。一、うんはい、月に昭和天皇が亡くなられまして平成が始まりました。この年の四月一日、消費税が 初めて導入されました3%でしたね最初はだから平成はまあ消費税の時代の始まりだったんだなというふうに思いますはい。で6月に中国で天安門事件がありましたそして11月ベルリンの壁が崩壊しますこの翌年90年には東西ドイツが 統一されまして91年にはソビエト連邦が消滅しますので平成はこの東西冷戦の終結から始まったとも言えるのかなという気がしますこの年12月29日なんですが日経平均株価が史上最高値の 三万八千九百五十七円をつけます。三 <laughs> 万,万超えてたんですね。三万大きく超えています。<laughs> すごい。はい。ところが、この翌年にバブルが崩壊しまして、うん、長い景気低迷のいわゆる失われた二十年に突入をしました。うんうん、なるほどね。 私にとってはやっぱりあの振り返ってみるとベルリンの壁の崩壊というのがやっぱり衝撃的でしたねこのイデオロギー対立というのはもう永遠に続くのかなというふうに思っていたんですけれどもこれでようやくなんか世界の平和がこう訪れるんではないかなという期待感ですごく膨らんだのを覚えています。 やはり冷戦崩壊っていうのはですねこれはもう国内にも当然影響してきて55年体制の崩壊につながるわけですよねでやはり平成これ全く偶然ではあったわけですけれどもこの冷戦が崩壊するとどういうことが起きるのかということはほとんど日本人はですねそのあの空想してなかったと思うんですその最大の理由ていうのはバブルのまだ真っただ中にありましたので。 でバブルっていうのはいろんなまああの心理的に影響を与えると思いますけども、うん、つまり、まあ金さえ回ってれば、うん、ま大概のことはうまくいくっていう、うん、もう極度の根拠のない楽観論とセットになってたので、うん、多分ここを見つめる余裕がなかったと、うん、でそれがバブルの崩壊の後のその不良債権の問題についても処理がどんどん遅れていくっていうですね。ですからあののの非常にこのこの 平成元年の1989年というのはそうん、い,いうことが凝縮されているという感じがしますね、あうん、今、史上最高値というご紹介がありましたけど、はい、これ地価も高騰したわけですよね、日本の土地資産総額は現在の2倍の2450兆円です。バブルというのはまさにこのことをバブルというわけですよね。うんうん だからまあこれがあっけなく崩壊した後それにまあこう日本経済は苦しむわけですけれどもやっぱりその既存のその昭和時代で築いたいわゆるシステムですよねこれは経済も政治も同じだったわけですけれどもそれで対応しようとしたのでですからその不良債権処理が大幅に遅れてしまったというところにつながっていくわけですけれども。 タイミングっていうのはこの国内外非常にその一つ大きかった。うん、それからもう一つはやっぱり政治ですよね。政治,政治は竹下さんがそのこれ対人をするわけですよリクルート事件で。そ,でね、でその後90年代初めにかけてまあ金丸さんのですね合憲の献金事件があって。それで政治と金の問題にこう行くわけです。でこれはやっぱり日本はあのその政治の話は政治の話でいわばそっちにも。 全部気を取られててしまっていたとだからいわゆる昭和から来ている楽観論と、はい、それから政治がそっちを見ないのとそれからもう一つはいわゆる金融界大蔵省と一緒になった五層船団方式自分たちで守っていくっていうこの3つが全て昭和のいわば負の遺産が全部重なってきたっていうのも<ー>この平成の始まりだったと思います。なるほどね やっぱりあの都銀なんかがどん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 やっぱりこう解体そしてえ一緒になったりとかしてきましたもんねこれあの実際ねそれが本当に気が付いたのはもうその金融危機と言われている1997年までなんですよねで私最近そのこと当時のことを知っている人に何人かにこう話をこうまあ聞いてみるとやっぱり一つありますのはあの時昭和の,その負の後始末まあ例えば政治改革とっそっちですよねもうそれに ちょっとこの注力しすぎて実、うん、は大事なことだったんだけども、うん、それをこう見ていなかったということが一つとですね、うん、それからやっぱり役所でいうと大蔵省が、うん。うんうん その銀行をね、結局は守りたかったんですよ、なんだかんだ言いながら、だから銀行の方から、ですねいやいや、不良債権大丈夫です、大丈夫ですっていうことを言って、大蔵省はそれを真に受けただとなってますけれども、実はそうではなくて、大蔵省も簡単に言えば、下り先は潰したくないですよねだから、あそうかそうか、じゃあ大丈夫なんだなっていうね、なんかそんなノリでね、ずうずう来たのが、その最初の10年だったなるほどね 続いてこの1995年平成でいうと、えー、平成7年なんですがこの年もポイントになる年ですね。はいこの年もいろいろありました。うんうん、1995年1月は阪神淡路大震災がありました。はい、当時は実写サ政権、うん、自民社会先駆けですよね。総理大臣は社会党の村山富市さんでした。うん、でこの年の3月には地下鉄サリン事件が起こります。うん エリートの真面目な若者たちがなぜオウムの教団に入って罪を犯したのか去年死刑囚13人の死刑が執行されましたけれどもこのオウム事件地下鉄サリン事件というのは日本社会に大きな問いを投げかけた平成の大事件だったと思います。はい そしてこの年の9月ですが沖縄でアメリカ兵による少女暴行事件がありましたこの事件をきっかけに日米安保日米地位協定の問題点がいろいろ出てきまして、えー、翌96年橋本龍太郎総理が普天間基地の5年から7年以内の全面返還を発表しますところがまあ23年経った今も 普天間返還は実現していませんよね、うんはい、政府は辺野古移設が唯一の選択肢だとして、うん、選挙でまあ沖縄県民の反対の声が示されても辺野古の埋め立てを進めているという現状です、うん、普天間基地の返還で合意したのが1996年それからもう23年経っているにもかかわらず 今もこの辺野古への,この個室といいますか唯一その普天間返還のこれは問題解決策は辺野古への新基地建設だというふうに言ってますがこの23年間で随分世界の情勢も変わってきたと思うんですけれども。そも,そもその沖縄のの基地というのは、うんはい アメリカから見たらベトナム戦争の時の補給のための基地だったわけですよね。そういう意味では本当に冷戦時代の構図の中で日本を日本の彼らからすれば領土だったわけですよね返還するまではそこに基地を置いてそしてベトナム戦争を戦うことに利用してやろうとそれが冷戦がベトナム戦争も終わりましたし冷戦も終わってもアメリカにとってはやっぱりこれは 拠点として重要であると、うんまあ、ある意味で、えー、国際戦略としての位置づけもあったし、うん、それから、えー、アジアの安定のためという、うん、今度名目が出てきて、うんまあ、対中国ということもまたあると、はい、ですから少しこの変質したわけですね、うん、しかしその後ずっとこの、まあ、全く動かなくなってしまっている要因っていうのは、うん、私は日本国内にもあると思います。つはやはやり 外務省はですねやっぱり日米が中心です今でも、うん、でそうするとですねまあいわばこの普天間というあの沖縄に海兵隊というですね、はい、機能があるということはいわばその日本がアメリカに対する日本という存在がアメリカにとって大きいんだというですねことを示すと同時に国内でもですね、うん、まいわば米軍が日本、うん 粒子して,るっているうう象徴のような存在だったわけですよね、うん、だからそこがずっとやっぱりこういてくれることがありがたいっていうのはこれ官僚外務官僚の側にも大きくあって、うん、でそれでとにかくまあ簡単に言えばどうぞいてくださいとこういう話ですよ、うん、そうするとまあ沖縄の人はそれで当然それに対して反発するんだけどもそれがいわゆる55年体制の二項対立の中にずっと落とし込まれていったものですから多数派は自民党であったと。でそれは戦後も あの戦後っていうか、九十六年以降も変わってないっていうことは、もうあると思いますね。あとは、それから沖縄の地、地域の利権っていう問題も、まだ絡み合ってるってことですよ。はい、ただ、その解決っていうの、をどこに置くかっていうのは、これは、ちょっと、それぞれ違うと思うんですね。うん、つまり、どういうことかというと、移設することが解説、解決だという人と、そもそも。 アメリカとの日米同盟そのものをもっと根本的にね、うん、見直すべきであるっていうことを解決っていう人もいるとするとですね、その人から見るとあの普天間の飛行場が基地がなくなったからといってこれはその一歩にしか過ぎないという捉え方になりますよね。うんうん、だからどこに置くかっていう議論はこれはそれを反対する側のあの革新の当時の革新側もあまり議論してないですよね。うんうん、今はとにかく規制、うん のの移設の、あのー、こととだけで一致してると、うん、そうすると例えば今枝野さんなんかも政権にいるときは日米同盟を重視したし、うん、それから普天間の移設も別に止めようとしなかったわけですよね、はい、止めようっていうか進める中にあったわけです、うん、そうするとじゃあどっか他にも持っていくのかと、うん、日本の他の県にですね、うんうん、この部分だけはやりだすと非常にまた国内で大きな混乱になるからそこはやっぱり事実上封印してしまったですよね。そうですね ここが原発問題とととちょっとまた違うところです原発はやめようといえばそれでもう解決策じゃないかいややめるべきじゃないというこういう対立ですけどもその沖縄の問題は移設じゃあ移設先はあるのと、うん、いやいやそもそも基地はいらんでしょうという色がまた入ってくるわけです、はい、だから二十二項対立にはならない三十四重にこう重なってくるテーマであるということも、うん あの結局、コンセンサスが進まないあの反対する側のほ、ね、うね、ん、状況になっていると思いますね。ね、うん、なるほど そして時代は21世紀に入ってきますはい、えー、21世紀最初の年2001年、平成13年ですが、えー、この年、アメリカではブッシュ政権が誕生日本では小泉政権が誕生しますこの年忘れられないのはやはり9.11の同時多発テロではないかと思います、はいえー、ニューヨークのワールドトレードセンターに旅客機2機が突っ込んだ映像を覚えてらっしゃる方多いと思います。 いわゆるテロとの戦いが始まって、まあ、日本もそれに積極的に参加せよとアメリカから求められる時代に入っていきました2002年平成14年には小泉総理が電撃的に北朝鮮を訪問しまして拉致被害者が帰国するという大きなニュースがありましたそして2003年平成15年にはイラク戦争が始まります、うん 自衛隊がイラクに派遣されましてその活動地域が本当に非戦闘地域なのか憲法違反に当たらないのかという激しい議論が国会でも展開されました。 小泉さんは2001年、平成13年から2006年、平成18年まで総理を務めたんですが、えー、自民党をぶっ壊す、抵抗勢力と戦うなどのイメージで非常に人気が高かったですよね。えー、2005年、平成17年8月、郵政民営化イエスかノーかで衆議院を解散した時の小泉さんの会見を聞いてください。私は本当に国民の皆さんが この優先民営化必要ないのか国民の皆さんに聞いてみたいと思いますいわば今回の解散は優先解散であります優先民営化に賛成してくれるのか反対するのかこれをはっきりと国民の皆様に問いたいと思います私は4年前の 自民党総裁選挙ない。自民党を変える。変わらなければ、ぶっ壊すと言ったんです。はい。この郵政選挙もなんか不思議な選挙でしたよね。ねあの確か衆議院ではこの郵政民営化に対して。 賛成ししたたわわけけででですすよよ参議院反対ねもちろん参議院を解散させるわけにはできませんから賛成した衆議院を解散して選挙に行ったこれね私ねすごく覚えることがありましてねこの参議院で否決されましたでしょそしたら小泉さんが官邸に戻ってきたんですよねでその時私現場にいましたけどもいたんでそれでそう見に行ったんですよ小泉が帰ってくるとそしたら記者の方から「総理解散ですか!」と声を かけたんです<え>そしたらその時小泉さんが。うん ううななずずいいたたでふっと私、その後ね、比較的最近なんですけれども、小泉さん、あの時に記者から声かけられた時に、うなずいたように見えたけど、あれはそうだっていう意味だったのかって聞いたんですよ、そしたら、いや、まさにそうだとおっしゃって、その後ですね、小泉さんはもうこれ、おふれこなしで聞いてるから、その披露しますと、今、ご紹介あった記者会見ありましたでしょ、あれはやっぱり小泉さんも相当緊張したと、小泉さん顔色変えなかったじゃないですかって言ったら、いやな、実は。 日本酒二号飲んでたんだって言うんですよ <laughs> す <ごい S 2> で。で彼は酒強いんですよねお酒が。はいはい、でむしろそのこの副交感神経の方がこう過発になるんで、うん、顔がねむしろ青くなるんですよ。<ー>だから、ね、俺はな飲んでも顔色に出ないんだ。うん、自信があったんだよ。だけだけ緊張したんだっておっしゃってました。<ー>だからまあそれはまさにね一連で満を持してだったんだけれども、うん、ただその位置づけとしてはね、うん、これは小泉さんのやっぱりまあこれ 一つの自分の言い出してきた一番大きなテーマでありなおかついわゆるもう政府の関与は極力小さくするというね小さな政府というまあいわゆる親自由主義路線というのをまあ俺はまあ彼はそういう言葉を意識したかどうかは別としてその象徴的な一つの選挙になったわけですよねだからその賛否いろいろあるしこの手法っていうのは私はやっぱり本筋じゃないと思うんですね。どんなに法法律通りやってもやっっっててもぱのは その趣旨があるわけですから参議院で否決されたものを衆議院でっていうのは何だということは思いましたけれどもか小泉さん的にはこれはいわゆる彼の5年5か月の政権の間ではまあ一番勝負どころだったのではあるとは言えると思いますよその勝負に勝ったわけですよね、自民党は300近い議席を取ったわけですがこの小泉政権というのはどんな政権だったといえるんですか。 忘れてしまってた感じがあったんで、私もはっといろいろ読んで気がついたけど、やっぱり不良債権の処理をですねやったんですよ、それは。それはね、不良債権がずっと膨らんできて、さっきご紹介あった時期の97年あたりに、ですね大きな金融機関が潰れたりして、それでやっと、要するに公的資金を注入することによって、潰す銀行は潰す、合併なら合併というような、そういうことに始まってきたわけですよね。ししかそれでも不良債権いうのはまだ 処理しきれなかったので、竹中平蔵さんと一緒になってまあ竹中プランっていうのを作ってですね。まあかなり大胆にこう。その不良債権バサバサ処理したわけです。で、そうすると今度はアメリカのファンドにですね。ハゲタカのようにやられてってで、今度上がったところで持ってかれるわけですよね。だから、そういった状況も作ったりまあした。わけです。けれども、まあしかし。 不良債権が処理されたということはまあ一つあるというのがあります、あとはそのやっぱりさっき申しました新自由主義路線、競争原理を徹底的にまあ持ち込むと、うんうん、でこれは今、それ以降をずっと見てますとねあの安倍さんも基本的にその流れを例えば、規制緩和を非常に強く言いますよね、はい、安倍さんも聖域なき構造改革といって、うん、で安倍さんの,その規制緩和路線というのはここにルーツがあります。ですからやはり 小泉さんのそのが始まりだったということ、うんまあ、そもそも安倍さんを作ったのは小泉さんですから、そこからつながってるわけです。ただ、若干違うのは安倍さんの方が歴史修正主義的なところが非常に色濃いことと、それから再分配もして、ちょっと民主党の政策をこう横取りするというかね、ちょっと言葉悪いがら、ぱってありましたりもしるわけですよ。だからそういう意味では、その純粋な新自由主義路線とは違う面もあるんですけれども、うんうん、ただ、 競争原理は善であるという価値観をやっぱりこう小泉さんは。 あの作ったそれからもう一つは日米同盟、うんはい、日米関係はこれも善であると、うんうん、でさっきあのご紹介ありましたように、テロとの戦い、うん、日本も積極的に参加せようということでございましたけど、これ、小泉さんの時に突然降って湧いた文脈では必ずしもないと思、それはむしろ冷戦がさっきご紹介がありましたように、終わってから、アメリカが、これ米、うん、ソ連との対決はもう終わったわけですね。うん、そううすると日日本本に対してじゃあ日本の価値をもう 低く低くっていうかもうや役割的には日本との関係は、はい、まあ少し冷戦時代と違うもっと薄くしていくのか、うん、それともより強めるかのどっちかの選択だったわけです。うん、でそしたら湾岸ンン戦争が起きた時に、はい、日本が1 3十億ドル出したけど、うん、評価されなかったわけですけど、うん、そうするとその後九91年ですか、うん、PKO 協力法などがあって、うん、日本にむしろ世界に その自衛隊をもっと参加させてやれというふうになって、うんうん、そしてさらにテロとの戦いはアメリカと一緒にやるんだということになって、うん、そして、ヤクル分断はどんどん日本とやっていこうというふうにこう変質したわけですね、うん、日米関係が、うんうん、その中の一過程の非常に象徴的なものがこのテロとの戦いだったというこういう全体の文脈で捉える必要があると私は思いますね。 した一点だけその竹中製造さんをこう投陽したことによって格差が開いたというふうに私たちは認識してるんですがその点はどうですかいや格差は開いたし、うん、で格差っていうのは悪いことではないとそれは競争原理だっていうのが、うん、この新十洲路線の発想なんですよねだから、うんうん、あのしかしそれをいいかどうかって言ったら、はい、例えば 確かにね競争原理というのはそうあっていいんですけれども問題は失敗した人がまた再チャレンジできるようになるかどうかということですよね、そうすると建前はあってもですねやっぱりこの格差の下の方ですね上と下の格差の下の方っというかまああの低所得になった方々そのグループの方々にとってはもうその改めて再チャレンジができないようなねぐらいまで。 こう落ちてしまう可能性があって、うん、それは今現実問題としてここ数年あったわけですよ、うんうん、あるいは今確かに若,若い人たちは失業率下がってると言ってもね、うん、やっぱりもうずっとやっぱフリーターでいくとか非正規でいくっていう人たちが増えてるわけですからブラック企業なんて言葉もありますし、ね、そうなんですねですからそうするとねその格差はいやこれは競争社会必要だって言ってみても結果としてそれが 本当に固定された格差になってしまうんであれば、うん、やっぱりそれはあのまずいんじゃないかと思うし、うん、で今も日本人やっぱり全体的にやっぱり劣化してますよ簡単に言うと、うん、あのそれぞれに対する他者に対するその思い。うんうんはい いや思いやりって言ってすごくそのベタな言葉に聞こえるけど、うんうん、今もう決定的にそれはだめになってますねだからそういうものを、うん、そういう価値観の変化を生み出したとなるとうん、うんね、これじゃあどう評価するかとこうなってくるんですよね、うんうん、なんか小泉さんの,その光と影の部分がちょっとあったような気がしますね引き続き時事,、えー、時事通信社解説委員長の山田圭介さんと一緒に平成を振り返っていきます。 さあいよいよ後半戦ですが渡さんに振り返っていただきましょうはい、えー、2008年平成20年ですがリーマンショックが起こります、はい、世界的な金融危機で日本企業でもいわゆる大量の派遣切りがありましたよね、うん、年越し派遣村というのも注目を集めました、うん、そして翌年の2009年平成21年政権交代で民主党の鳩山政権が誕生しますはい 二千九年十月、鳩山総理の就任後初の所信表明演説をお聞きください。総選挙において、国民の皆様は政権交代を選択されました。<laughs> 変革の本場はまさにこれからです。今日その新たな出発の人。 しようではありませんかこの新たな体制のとまず行うべきは戦後行政の大掃除ですこれまでは作ることを前提に考えられてきたダムや道路空港や港などの大規模な公共事業について国民にとって本当に必要なものかどうかをもう一度見極めることからやり直すという発想に転換いたしました。 財政の在り方を根本から見直し、コンクリートから人への理念に沿った形で、硬直化した財政構造を転換してまいります、はい、懐かしいですね、自民党政権から民主党政権へ、うん、もう支持率も高いものがありましたよねそうですね。 あのーまあ、これ、一つ、今も私思い出しますのは、いわゆる選挙を経た初めての政権交代だったんですね、細川政権というのは、これはその選挙の,後の、うん、まああの自民党分裂ということだったわけですけどもね、うん、あ選挙の直前のですね、うん、だけどこれはもうまさに選挙そのものだったわけです。うん、でそういういい意味でいきますとねあ 政権交代っていうのはできるんだとこういうふうに国民も思ったそれはあのやはり小選挙区制の導入が大きかったと思うんですけれど、うん、別の言葉で言いますと、まあ、政権交代のハードルが下が下ったんですハードルが下がった分だけ国民の目はより厳しくなったわけですね。 だから、この政権運営をきちっとできるかどうかっていうのは非常に先々大き大きなその国民の判断の材料になるということがここで決定づけられたわけですけれどもこの鳩山政権はそういう意味ではえ完全にもう,もう1年ぐらいでね1年でその破綻してしまうし結局、何がって言ったら統治がうまくできなかったということですね。 捕獲の対立が日本でなくなって、まあ、革新勢力が大幅に体調するわけですよね。はい、さっきの自社さんもそうですよね。うん、社会党が結局一番もう小さくなって割を振ってしまって、うんそ,ね、そうするとこの政権交代っていうのは何かのこのいわ、えーまあ、ばアメリカの共和党民主党のような選挙ではなくてつまり、うん その岩盤になる政策が本当に違っていてそれによって変わったわけじゃなくて、うん、いわば今までの自民党がおかしいからっていう理由なので、うん、いわば保守の分裂なわけですよね、うん、ですからそのものすごいイデオロギーがあるわけじゃないわけです。イデオロギーっていうのはその、まあ、いわゆる昔ながらの左右というよりももうちょっとこう何か政策的なものすごい違いがあったわけでは実はないわけですね。うん、そうすると ヘマをしてそれを許してくれるっていうのは私、支持者の本当の岩盤の支持者の定義だと思うんですけども絶対そんな支持者いないわけですよだか,だから統治をうまくしなければいとも簡単に崩壊するっていうのは実はもうある意味で分かってきてたのでこの時に鳩山さんがやっぱりもっと統治をきちっとすることを考えるべきでした。ただ私は もう一つ申し上げたいのは鳩、はい、山さんという個人は、うん、まあそれは、まあかんまあ、簡単に言えばどう,どうでもいいというかこの問題の本質じゃなくて、うん、言いたいことはやっぱりある種のですね、うん、価値を提供した部分があって、うん、何かというとやっぱりそれは言葉に象徴,象徴されているそのコンクリートから人というです、ねうん、これ何かと言いますとね、うん、結局旧来型の自民党の既存の,その行政と政治のシステムというのはい、うん、わば、まあ そのもう古いんだと、やっぱり国家というものがやっぱり中心になって、それよりも国民を見ていこうじゃないかというふうに。こう、変わったと思うんですよね。だから。国家があり、機能。中での国民ではなくて、国民の積み重ねの中の国家だっていう目線に、まあ。 あの鳩山さんは変えようとしたんでしょうね。で、うん、そういう問題提起ではあったと思うんです。だから、そうい愛って言葉になって。うんうん、それ、を生塗り、生塗りって言うけれども、これは実は重要な対立構図だったわけです。だから。うんうん、ガバナンス、さっき申しましたけれども、うんうん、同時に。 自分たちがやろうとすることはまさに国民のための目線だったということを、うん、もうちょっとやればよかったんですけどもただ財源だったんですよ結局<ー>問題は<源>つまり削れば出てくるって言って、うん、それで、まあ、いわゆる,いわゆるその国民に対する配慮をしていくっていう部分の。 理念が結局もう空想に終わってしまったと、うん、いうことなんでやっぱり財源問題がないのにあるかのごとくやってしまったんで、うん、それはもう当然破綻します。 菅野田政権というのはむしろ先祖返りしたようにまた大蔵省にこのお願いしますみたいな政権になっていったわけで半分自民党のような政権になってしまったわけですねただまあそういう意味で言うと鳩山さんというのはある問題提起を私はしたと思ってますからこの政権がなかったのとあったのとはやっぱりこれからの野党がどういうふうにあの政権を目指していくかは分かりませんけれども今も実はねその部分っていうのはうまあ残ってると思いますね。なるほど、えー この今の,その安倍一強の,、まあ、あのそれを支える一つのことにもなってるんですけれどもこの民主党政権の失敗彼らは素人政治だったんじゃないかというようなそういう批判がありますけどどうやっぱりそれはそうだと思いますよ理念設定も悪かったしそれからもう一つはやっぱ官僚との接し方が<何>使い方<何> 官官僚を官僚を機構の使い方ですよね<ー>これは枝野さんが以前言っていましたけども、うん、僕は枝野さんに枝、まあ、野さん官房長官もされたし、うん、中心におられましたよね、うん、今は立憲民主党の党首ですけども代表ですけれども、はい、何が一番失敗だったと反省してるんですかってことをですね、うん、1> 約1年半ほど前にお聞きしたことがあるんですよ、うん、でも彼はずばりお役人,人のプライドを傷つけてしまったと、うん、これおっしゃっていました。 い、ねまあ、わば政治主導だったわけです、で政治主導というのはすごくいい面もあるんですけどやっぱりどっかにそれがブレーキをかける役割を果たす人がいて初めて政治主導がいいのでそれはもう持っている権力は使えばいいんだという言んばかりの政治主導でしょ、それはやっぱりね破綻、あのー、しますよねだから今の安倍さんというのはある意味でうまくやっちゃってるわけです、あ,のー、あえて言えば、えー。内閣人事局をを作っって官邸をですねもっと 人事で,です、ね、徹底的に強く強く締め上げようということが今のところはガ、はい、バナンスになっているわけですねだけどそうじゃなくてもうちょっと信頼関係を作って、ねうんうん、彼らのリソースを上手にこうあの使うと導き出すとうん、うん、いうことが足りなかったという意味だと思うんですね。うんうん、なるほど この民主党政権というのはいくつもこの不幸なことが重なっているんですけどその一つが私は2011年平成でいうと23年の東日本大震災と福島第一原発の事故だったと思うんです。 そうですねあのこの時まあ事故の状況であるとか放射性物質の危険性など本当に必要な情報が国民にちゃんと伝えられなかったということがあったと思います。NBS ラジオでは報道番組の種まきジャーナルに京都大学原子炉実験所助教の小出弘明さんに毎日出演してもらいまして刻々と変化する状況について解説をしていただきました。はい 2011年3月15日、これ、東日本大震災発生の4日後ですけれども、うん、その2011年3月15日の放送の一部をお聞きください。重要なことは、ですね、はい、風がどっちの向きに向いているかということなんです。はい、放射性物質が出てきて、はい、被爆をするのは風下だけなので、す。はい、その風下になる地域の住民を優先的に避難させなければいけません。うーん 風上か風下か、はい、これも計画に入れてで、避難していただけるようなプランを次々打ち出さなければいけない、そでじゃあ、今の状況、どうご覧になりますかもう政府のやってることは、全く話にならないことを受けています。 はいあのこれ、風上に逃げるか風下に逃げるかという本当に命に関わる情報の話ですけれども、この原発事故ではスピーディーですね、放射性物質の広がり方を予測するシステムの情報もあの知らされなくて、ですね多くの人が放射性物質の流れる方向に逃げて被ばくをするという事態になりました。 政府は国策として原子力発電を推進してきたわけですが地震や津波への備えが全く不十分であったことが明らかになりましたこの被災者が訴えた裁判の中でもこの福島第一原発の津波対策というのは5.7メートルだったとでそこに10メートルを超える津波が来た。はい、実は年ののの段階でで、えー、東電の幹部会議の中では 傍聴亭を作ろうという提案が出されたということが明らかになってます、はい、でそれを握りつぶしたのが言うなれば当時の幹部たちだったとこれ山田さんはこれ人災ですよね明らかにいやもう本当に経済だけをですね、うん、優先するっていう発想だったということがこれわかりましたよねそれともう一つは、はい、これはやっぱりまあ、あえて言えば、うん、これは誰も人間はそういうものですけども特に強いのはやっぱり その根拠が薄い中ででの楽観論ですよね大、うん、大丈夫だろう大丈夫夫だだろろううと、うんうん、で実はこ,の、まあ、これ例えばこれまずそもそも今おっしゃったのはその震災が起きる前の楽観論がこうしたことを招いたとさら、うん、に驚くというか、まあ、私が感じるのはこの地震の後もですねやっぱり楽観論というのはまだあるわけです。うん、どういう形で出てくるかっていうともう一回あったことはそう二度と起きないとか。うん なんとかでできるっていうですね<ー>でそういうものっていうのは例えばこれはあ,のある電力会社の関係者が政治原発に対して異を唱えている政治家に話したこととして、うん、私はその政治家から聞いたんですけれども、うん、要するにいやいやもうもう起きませんから事故は<あ>と、うん、こんなことありませんからそんな頑張らないでくださいっていことをですね、うん、あの言われたことあるというんですよね。でこれなんかもまさにその まあ点検のよような話ですよねだから一度去ってしまったことはもう起きないとこれやっぱりずっとねこう支配しているそれから原発を維持する理由はこれは安倍政権により強まってますでしょ。うんうん、で再稼働、はい についてもまあ前向きでですよね、うん、で小泉さんはそれをまあ小泉純一郎さんは騙されたと言って今書いてるん、はい、<laughs> です、ね、でそれはそれであのむしろ進めてきた側からの声としてはねむしろそ,それに対して同調する方もいらっしゃるし、うん、まあ私は率直に言ってあのまあ,あのま間違ってるのを間違っ誤りをう。 止めるのは私はそれはあっていいと思ってます、うん、だからむしろあのそういう声を上げていただけるなら頑張ってほしいと思います、うん、ただちょっと政治的になりすぎるって言うんで逆にここ一番のところで選挙の時なんかずっと黙ったりはされてますけれどもねで何安倍さんが頑張るかっていうと結局アベノミクスの中にやっぱり安い電力というのがやっぱり大きな柱の一つだと思いまうんです、うん、実際安いかどうかはね<ー>これはね、えー、あの別ですよ事故起きた時もあれだし。えーえー それかの後の被害についてもあるわけですけれどもただ、これを外せないそして今の安倍政権はこれは経産省政権ですからですからその論理を変えないなおかつ行政官僚システムも旧来のまま維持していくということになってある意味で昭和時代からのものをそのまましよっているという構図でもあるんじゃないですかね。 やっぱり電力会社にとってその原発というのは動かさなかったらもう不良債権ですけれども動かすことによってかかった経費というのは電気代に上乗せ、どんどんできるわけですもんねそういうことで、まあ、処理できると思っている電力会社の方多いと思うんです、はい、ただね、ね私、まあ、仙台にいて、まあ、電力会社の方もいろいろ、はい、まあそこはまた小田川原発とありますけど、うん、実は、ね、原発のあの電力会社の中にもです、ねうん、別に皆さんが原発が進めればいいと思っているわけじゃなくてね。 今再生エネルギーで、ね、知恵を絞りたいと思ってうずうずしている人も実はいるんですよで。それは表に出てこないわけです、今の政権の流れがあるから、で今、再生エネルギーは世界でももう遅れてますよね、日本は、めちゃくちゃ遅れてるわけですよ。でこれ実は じゃあビジネスって言うんであればこれだってビジネスチャンスありですよね実際ね、はい、そこを今やってしまうと原発の再稼働がもう根拠を失うのでそこはあのもう離れていってしまう,うん、うん、だけど私ある電力ではないエネルギー関係者の人が経産省の官僚からボソッとつぶやいたことを聞いて非常に印象的だったってことを私教えてもらったことあるんですようん、うん、それは何かっていうとその人は絶対外では言えないと思うんですねだけど 同じエネルギー同士でエネルギーの村にいる人同士だから家だと思うんですけどなんて言ったかっていうといやもうあの震災で原発は終わったんだよとこう言ってるんですよでそういう言葉を聞いたっていうことを私教えてくれた人がいてあこれやっぱりあるんだろうなこの本音はとしかしそれができないんだと環境省だってね私の知ってる環境省の役人がねあそこは今経産省 今現在は分かりませんが、経産省主導なんですよね、でもね、ある人言ってました、え、環境、それは原発が最大の環境汚染だって言ですよだからね、そうした声はね、実はね、あることはあるんですよ、だけどそれを言わせないっていうのが今の安倍政権ですなるほど、やっぱり表には出せないわけですね、それはそんたくだから政権変わるとね、これ、テーマ変わる可能性あるんですよ、逆に言いますと。さあ、続きましてですね。 2012年に移りたいと思うんですが平成でいうと24年ですけれどもこの年に自民党が政権を奪還します、はい、第二次安倍政権の誕生ですね、はい、そうですねここからあの安倍さんの長期政権が始まります2013年平成25年には特定秘密保護法が成立します、うん 続いてまあ安倍政権は憲法9条の解釈を変える集団的自衛権の行使容認に向けて動きます、うん、当初はです、ね、あの海外に住む日本人がアメリカの軍艦に救助をされて、うん、そのアメリカの軍艦が攻撃を受けた時に自衛隊はその軍艦を守ることができないんだという子どもを抱いたお母さんのパネルを使って説明などがされていました。うん、え年5月安倍総理の記者会見をお聞きください 日本人自身が攻撃を受けていなければ、日本人が乗っているこの米国の船を日本の自衛隊は守ることができない、これが憲法の現在の解釈です、もはやどの国も一国のみで平和を守ることはできない。 だからこそ私は、積極的平和主義の旗を掲げて、これまで以上に貢献するとの立場を明確にし、取り組んできました、はい、あの2015年には大規模な国会前のデモなど、激しい抗議行動もありましたけれども、うんえー、9月にです、ね、安全保障関連法が成立します。 そうですね、この第2次安倍政権になってから2013年には特定秘密保護法そして14年には武器輸出を事実上解禁しますそして2015年今渡さん言っていただいたように安保関連法が成立するわけですねこれまで集団的自衛権の行使は容認できないというこれは憲法違反になるということを歴代の内閣は言ってきたわけですけれどもその解釈を変えて大丈夫なんだできるんだというふうに どんどん戦争ができる国に安倍政権は仕上げていってるよね。そんな感覚をするんです。そうですね。安倍さんは、うん、多分今の話をあの否定をすると思うんですけど、うん、状況はまさにそうで、うん、なぜそうだと言うるかということを言いますとね、結局さっきの流れでアメリカとの関係ですよね。はい、で役割分担をより深めていくっていうね、うん、役割分担による日米関係のまあ。 えー、変化化とともに進化ですよね、うん、だからアメリカが、うん、例えばこの先何があるかっていうとアメリカが軍事行動をする時に、うん、何かの時に、うん、日本も一緒に来いと。うん、でお金の分担ではなくて血の分担ですよアメリカが求めてくるのは<ー>最後は。それはなぜかというとこれはアメリカの国民をあの守る。 その守る犠牲を少なくするっていうそこへどんどん行くわけですからだからいくら否定してもですね、うん、この流れっていうのはアメリカとの関係を深めていくということにおいてですねそうなっていく。 可能性が高いわけです。で、アメリカとの関係がなければ、この集団的自衛権っていうのは、ことはありえない,得ないわけですから。あの、まさに、その象徴のような形だと思います。うんうん、ただ、私は、やっぱ安倍さんの政権、安倍政権っていうのは、非常に、その、ある意味で、バータイ的でね。うん、大きな、その、ビジョンが見えて、こないわけですね。憲法改正だと、そうですよ。これだけ集団的自衛権の解釈を、憲法解釈を変えればね。もう、憲法改正いらないというふうに、人なら、なるわけです。ですね、逆に言えばね。保守の人たちは、集団的自衛権の行使を。 特に改憲論者は止めるべきだったんですようん、うん、なぜなら安倍さんダメだとこれやっちゃったら憲法改正できなくなるよと、うん、そんなこと言ったら誰もいないですよねだからもうそこで一つ取ってみてもね、まあ、これはその、うん、じゃあ憲法改正引っ込めるということだったら一応論理は整合するけどもそうしてないところを見ると、まあ、アメリカに対して。 そのアピールをすると協力できますよっていう非常にその狭い範囲での,ねその戦略でありしかし、後々にこれ影響する部分ってめちゃくちゃ大きいですからえこれはあのまあ議論はやっぱりずっとしていく必要があるしこれ、やっぱりもう一回またですからこれ争点にしてねあの選挙をする野党が出てくるべきですね。 このままいくとそのやっぱり自衛隊員も血を流さなければいけなくなるわけですよね、この集団的自衛権行使4人というのは。あのそれはね、うん、だからアメリカ平和だのために貢献するとおっしゃるけれども、うん、これはあくまでも戦争が起きた後の出来事でしょう、うん、そうすると、ね、抑止力っていう意味から言っても、あんまり意味ないと思うんですよ、はい、つまりね、うん、あ日本がアメリカを助ける、そりゃ困った、じゃあ、アメリカを攻撃するのやめようなと思う人いるわけないわけですよ。うんうんえ それがあればね、まだ、そう、抑止力ですよ。でありえないわけですよ。もう全部戦争が起きた後の話ですからね。うん、だから、あのー、これ平和。法制って、うん、安保法制、なんか、平和。法とか言いますよね。うん、あれ、あれは。非常に意味のない話ですよね。うんうん、やっぱり、この。 台北追随と言いますか、うん、これからはどんどんやっぱりそういう向かっていくんでしょうかこれねですからね、うん、こっから先はやっぱりちょっとこうかなり難しいところがあって、うん、やっぱりじゃあね日米同盟を破棄して自前で、うんうんはい やるとこれ一つの選択ですということで徹するこういうことを展開される方もいらっしゃるじゃなくて限定的にねやっぱり日米同盟を維持してっていう中間派とそれからもっとズブズブでいいんだという3つがあると思うんですねで今の日本の世論はおそらくまあ真ん中が多いかなという印象は受けるんですけれどもその少なくとも追従をどっかで歯止めをかけるものっていうのが必要で今それは。 あの野党もそれをちょっと提示しきれてないわけですよね、うん、だからやっぱ歯止めがないっていうになると、うん、安倍さんが終わって、うん、次に比較的穏健な政権ができても、うん、またそうでない政権ができる可能性ありますからどっかでやっぱり明文化されたものでね、うん、それをきちっと歯止めを掲げるっていうことができるかということはあると思いますねつまり国益を超えた形での,その関与っていうのがないというシステムを作れるかどうか。うんうん あるいはもう日米同盟やめってしましょうという論文なこれはねちょっとすぐ答え出てこないですけどね、えー。さて、えー、平成を今振り返ってますが、はい、次の時代。うん 令和という時代に向けてメッセージを送るとすれば一体どんな言葉になりますかとお聞きしているのですけれどもメッセージをちょっとご紹介いたしましょうかこちらはラジオネームなにわファイターズさんという方なんですけれども萎縮、自粛、ギスギスした世の中になってほしくないなという,ふうに思います。SNS がが普及ししている世のの中あささいなこととで怒ったたりり批判したりと心の広さ余裕が なくなっているというふうに感じます。うん、平成も明日で終わりますが、新元号は人同士が醜く争う世の中はごめんだというふうに思います。はい、そうですね。うん、この SNS とかインターネットが一気に広がったのも平成の,、うん、平成の特徴だったかもしれないですね。すねうん、はい。えこちらラジオネームやっちゃんさん、えー、政治に緊張感がない。 安倍一強でで政府にに緊緊張張感感があままりにもなさすぎますすぎを持ってほしいです、うん、それから八田桁の隈さんは今官邸の権力が強すぎるように思いますと、うん、えそしてラジオネームタコさん、えっと、本当の政治家の出現を令和の時代に望みたい、うん、うんアメリカ追随中心だったり一定の知人だけを見たりある国を敵に回したり海外外遊などで、えー、この間も言ってたみたいですが血、うんえー、税を使い回ったりの政治はやめてほしいですと。 いいうふうふにたただきましたそ,、ねはい、それから、えー、こちらは竹内さんという方なんですけれども、うん、平成から令和へ、私は人口比率についてなんですが、うん、今の少子化問題を本気でこう解決策を考えないと、うん、日本は人として住みにくい未来へと進んでいくように感じますと。うん、まさしくその通りでどう <laughs> 次の時代していけばいいのだろうという,、ね、と,いうところなのですが。はい 国際化、IT、いろいろ新しいものができましたけどそうですね山田さん、次の令和の時代に向けて山田さんはどんなメッセージを送りりなさやっぱ私はの包摂ってことを大事にしたいと思うんですね、包摂ですね、つまり対立ではなくてねみんなで一緒にしていくっていうことを共有し合うと。例えば今、人口問題の話もお話ありましたけど、まさにね、人口そのものも減っていますけど、やっぱりその われわれもそうです、65歳以上がどんどん増えていくわけですよね、うん、そうすると給付と負担のバランスっていうのが、どん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 これから変わってくるわけですよね、うん、ですから、あのー、そのことについては、うん、これ、政治がコンセンサスを、ねうん、早く作って、目標設定しないといかんと思うんですけれども、うんうん、それがどうもやっぱり全部政治の,そのいわゆる権力の、うんまあ、いわば奪い合いの道具になってしまってて、でそれは権力闘争はある意味、大事なんですけどもね。うんうん 私はそれががねちょっとこう今非常に問題がある、うん、だからみんなでこうその社会的にね一緒にこう組み立てていくんだっていうどっかベースのところで一致しててうん、うん、その上で丈夫構造でね論争にするのはいいんですけどもなんか今もう根底からそれが潰れてしまってるって感じがしますんでねうん、うん、まあですから劣化してしまうわけですよね社会全体が。うんうん 他にもメッセージいただいてまして <laughs>、はい、ラジオネームやっちゃんさんとそれからこちラジオネームさくらふぶきさんやっぱり戦争のない国を次の世代に引き継がなければならないと思っています、うん、戦争なく平和でみんな笑っていられる時代になってほしい。う 74年経ってますけれども、今もやっぱり戦後保証がきちんとできてない民間の空襲被災者の人たちなんかいますからね、うそういったことでやっぱり戦争っていうのはや、一回やってしまうと、こうやって長期,期にあに災いをもたらしてしまうもんだということで何世代も、ねうん、影響しますからね、久、ねはい、本さん、どうですか。 平,成平和への私<や>昭和60年生まれですので、うんえー、物心ついたら平成だったわけですよね。うん、ですのでこの平成の時代に生ま,生まれて30代になってきたという意識があるんですけども、うん、こう31年振り返ってみて分かったことは、うん、まあいろんなことがあったなと。うん、ただ 明日も明後日も普通に毎日これまで通りあるわけですから、うん、まあまあ令和の時代も一日一日大切に皆さんが思っていって過ごしていくことがまずはできることかなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。ニュースはどうしましょう矢野さん,ん。ニュース、令和のニュースは現場主義でいきましょう。<laughs> <laughs> それも変わらず。<laughs> はい。はい、ということで今日はですね、はいえー、ニュースのラジオは平成特番次の時代へのメッセージというふうに題しまして、2時間に拡大してお届けしてまいりました。はい。はい えここまで G 通信解説委員長の山田圭介さんにお付き合いいただきました山田さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。ここまで担当は私矢野博と上田隆之渡利佐子でした福本慎吾もいました <laughs>、はい、来週から少しちょっと変わりますねまたお聞きください。